スラムダンクのアニメは見たことある。スラムダンクのアニメしか見たことない。誰推し？ルカワでしょ。ルカワなの？かっこよすぎるから。CD で見てただけよね。CD？CD。CD で車で見てた。DVD？ DVD か。CD じゃない。CD は音楽だよ。DVD。これが松下です。なるほどね。何も出てこないですよ。今日こそは本当に早い、何も出てこない。僕のポケットには何かあるんですよ、入ってるんですよ、はい、見せたいものが、はい、こっちだね、こっちか、こっちか、ハトゥ面白い、やめて、調子いいな、その面白いが一番辛い、面白いが一番辛い。これはナカノです。これなかなか難しいんですよね。やっぱサイズ展開もないし、そこまでたくさんサンタの衣装があるわけではない、はい、女子はあるんですけどね、男子は少ないですね、うん、あいつはスターなんで桜井が輝かせないといけないですね。スター、これはいいね。これはテラソノか荒川でいいんじゃないですか。よし、これでいいんじゃないですかね。はい。結構小道具も揃ったんで、いいんじゃないでしょうか。で、これを、ちょっと選手に渡していって、アイテムはその場で僕はちょっと、あ、これ持たせた方がいいなっていうやつにはいろんな変なやつを持たせます。はい。今年も。去年も同じ。そうなんだ。かっこいいですね。小島さんが桜井さんを使わないから。去年そうですけど、こんな理由でこれでした、はい。顔見えないから。いっちゃいいんすよ。バスナイコで一番前に1分前です。これどうやってやるの、これ一番前に1分前です。合ってる、テンション、リードは、テンション、キチキチ、はい、クリエイトしまーす。どうすか、これこう、わかんない、顔見えてないかな、確かに。はい、どうぞ。ゆっくり歩いてください。よし、OK、直った。ありがとうございます。よっしゃ。あとはもう、サウナ入って、焚き火して、そしたらもう大体、すべてのものがクリアになるんで。サウナース。ナマス。しっかり体温めて、寒くなってきたからね、これからやっぱ冬の焚き火しないとダメですね。確かに冬焚き火どういう絵なんですか、ね、完全に浮かれてるやつみたいになってますね。確かにブザビーと決めて浮かれてるやつ、ね、確かに、まあ、ちょっと浮かれてましたけど、いや浮かれますよね、あれは。あれ決めた後一番浮かれてたから、自分でこう浮かれてる自分に落ち着けようと思って、うん、その後一発目のプレーでブロックされたから、やべえとプラマイゼロやと思って。ユタ？クリッシュ？何してたの？会見？会見？え？会見？やっぱり今日のあれはいやハイライトで、ね、ダンク言ってたら完全にギリギリハイライトだったよ。問答無用に。いや、いけてたよ、もう、高さは。高さはいけてた。バウンスしてたもん。あとはぶら下がるだけだった。それ、あとは捕まるだけ。近かったっすね。ん？近かったっすね。頭ぶつかりそうだったっしょ。びっくりした。無理だったっすね。びっくりしたっしょ、今日。お前、今日、めっちゃすごかった。シュート打てない。え？打ってないっけ？そんなついてない。そんなついてない。
ライジングスター。ライジングスター。ライジングスター。もうやばい、いじられすぎてやばいっす。出てくれよ、大地。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。同級生。マスクこれは。こんな貴重なのないですよ。ありがとうございます。Good? Kind of. Like if I just find out that we're the same age, then it's like, oh, that's cool. あ、そうなんです。それはバンコク。嬉しそう。